こんにちは、福山一恵です。今回は言葉がすべてのカウンセリングのお話です。先生のお話どうぞ。でも僕は言葉さえ直せば多くの人の人生が変わるのになって思ってます。福山さんも言葉さえ直せばね、本来の優しい気持ちであるとか、いい人、真面目な人、そういう部分がちゃんと出てくるのになって、心と言葉が見合ってないなっていうのをいつも感じます。で、今日の相談もいくつか相談を受けたんですけど、全部言葉に関係してるんじゃないかなって僕が感じたんで、今日は言葉が災いのもと、口は災いのもと、ね、で特に福山さん今から60歳を迎えるわけですね。もう大人中の大人なんですね。まあ言うたら良くも悪くも人の見本になるんですね。人の見本になるんです。で、福山さんの YouTube を聞いてくれてる人もほとんどが60代の人なんじゃないかなって、もしくは今から60歳を迎える人なんじゃないかなと思って話しますね、まずですね、大方の60代の人にはですね、お嫁さんとかお婿さんっていう人がいる人が多いんですね。で、そもそもお嫁さんとかお婿さんっていう人はそもそももともと人様のお子さんですし、そもそも他人ですから、言葉は細心の注意を払わなきゃいけない相手なんですね。どうでしたか？私はこの年になって言葉が大切なことだと気づかされました。そして今練習をしているんですよね。そしてまた言葉のブログも書いていますので、よかったら覗いてみてくださいね。下の説明欄にリンクを貼っておきます。最後にチャンネル登録の方もよろしくお願いしますね。それではまた、福山一恵でした。